前回動画にしてるんですけど、こちらのハイクローさんのグローブを、今日は使っていきたいと思います。最初に紹介するのがここに型番あるんですけど、 HCI1 っていう型番で内野手用です。これの意味として、その HC でハイクローで、 I でインフィルダーの1ということで、内野手用の1番目の型。内野手用確か3つあって、まあ、今回お借りしたのは内野手用2つだけなんですけど、これが一番ちっちゃい方、ハイクローの中で。まあ見たから分かると思うんですけど、めちゃめちゃちっちゃいです。めちゃめちゃちっちゃい。捕球面がどちらかというとちょっと狭め、うん、で指がちょっと長い感じのちっちゃいけど、でウェブがめちゃめちゃちょっと頑丈に、うん、H ウェブプラスなんか網みたいなのがついてる感じのグラブになっております。まあ、普通なんか十字でここに下側についてるのはよく見るんですけど、そうやね、上側についてるのなかなかないです。なかなか見えへん。まあこれおしゃれなのが裏が、あのブラウン系、小豆ブラウン系みたいな、ね、これがまたおしゃれなんですよ。キャメルとホメル合いますよね。かきなこ餅みたいな。あんこにきなこ餅つけてみて、ホッキュウメ見てください。めちゃめちゃ張りあるんですよ。張りがすごい。で皮がちょっとしっとりしてる感じ、うん、の皮で、なんていうかな、めちゃめちゃスベスベしてる、うん、なんかでも油っぽい感じはしないですけど、うん、オイリーな感じはしないんですけど、なんかサラサラしてる感じがしますね、このグラブ。ただこれ一応メイドインジャパンで、うん、日本製です。でまあ今流行りのキャメルとかクリーム系の色めっちゃいいな。味が出るんよ、キャメルってほんまに。キャメルにブラックの人、そうで、ステッチもブラックと、なあ、かっこいいな。黒ですですね。でまあこのグラブに関してはすでに片付けされてるんですけど、ちょっとどちらかというと浅め、うん、多分浅、どちらかというと浅め、まあ自分的には結構深いんですけど、どちらかというと浅めの形で、まあ、こっち側が広いんで、こっち側ちょっと内に入って、こっちちょっと広く、うん、開かってる感じなんで、まあ、ここに当ててゴロ捕球を、まあ、多分こういう感じで出してゴロ捕球はポンって取った感じで、これの特徴としてちょっと浅め、ポケット自体がそもそものポケットがここら辺にあるんですよ。ここでパチって取る感じ、普通に掴む時も。なんで結構そのセカンドショート、まあ、特にまあ結構掴む要素も多いんで、このグラブだからショートに結構向いてるかもしれないですね。ちっちゃめのグラブが好きなショートには向いてると思います。はい、まあ、これが1個目のグラブ、まあ、これも後で使っていきたいと思います。続いてがですね、こちら、型番が HCI3 ということで、まあ、さっきは HCI1 だったんですけど、今度は HCI3 ということで、これもキャメルってかクリーム系の色ですね。でこれおしゃれなんだかね、まあ、前の動画もでも言ったんですけど、はみ出しがとヘリ革が金色なんですよ。うまい。やばい。初めて見ましたね、これ。キャメル系にこれを合わせてくるのは、うん、なかなか勇気いることですけどね、これ。結構似てる色なんで。で、今流行りのキャメルにタンの紐、うん、これおしゃれですよ、うん、めちゃめちゃ自分的にはこれを一番お気に入りなんですよ、このカラーリングは。ナチュラルカラーでそう見えてる感じ、ね、でもステッチは水色と、でラベルも水色と。これこの水色のラベルがすごく映える ね、 ですね。で裏側がタン、タン、こちらもう見ただけで分かると思います。ザッツカム、鬼つかみですね。だから最近当てはさみとか、うん、当てとかつかみで、あとつかみも小指2本とかで結構細分化されてるんですけど、これはもう小指1本でもう5本全部で、もう手のひらでザッってつかむ感じの、うん、手のひらで包み込む感じのグラブですね。でウェブがめちゃめちゃしっかりしてるので、これトンボウェブやったかなですかね、多分そんな感じの。トンボウェブやな。で、しっかりつかむ、ただちょっと補給面が狭めのグラブでなっておりますね、うん。なんかこれ多分サードにはぴったりだと思いますね、うん、もうサードの人に使ってくれというグラブだと思いますね。でポケットがこれは結構深く感じるんですけど、うん、でもポケット意外と浅いんですよこれ、うん、結構土手の近くが広いんで、うん、しっかりここで掴むって感じで、うん、だから結構掴みのグローブってなんか取ってから握り替え遅いイメージあるんですけど、ここにポケットがあるんでバチッと取ってからすぐ握り替えできます、うん、これは。そんな奥まで手入れなくていい、
の特徴としてですね、ここがしっかりしてる、まあ、さっきのこの HC1 も HCI1 もそうなんですけど、そのハイクローのグラブって全体的にここがしっかりしてる、まあ、言ってしまったらここもなんですけど、小指もなんですけど、うん、親指から土手にかけての芯がちょっと固めでしっかりしてるから強い打球にも負けない、でかつこの HCI3 型はここも強い、ウェブもしっかり強くて、でかつ指もちょっと長めなんで捕球面の割合に関してはハイクローは全体的にちょっと捕球面と指の長さが多分4対6ぐらいの割合で大きさだと思うんで、ちょっと指長めなんで、うん、でかつそのもともと硬いんで、だから強い打球にも負けないし指先も負けない、でウェブも負けないっていう、もう一回言いますからサーブにぴったりです、うん、そんなグラブでございます。長く使えそうやしな、芯がしっかりしてると。さっきのは、ここ土手紐抜いてるやつなんですけど、うん、だからしっかり掴むことも当てることも結構自由にできるんですけど、うん、これはもう土手紐もしっかりきちっと入ってしてる、ね、でここもしっかり逆巻き、うん、逆巻きやなので本当にもうこっちを使って、ここをもう軸にこれグッて掴む感じのグラブです、うん、まあ言ったらひねりハサミと掴みの間系のグラブです、うん、だから今結構掴むグラブが主流になってると思うんですけど、うん、結構今時のグラブだと思います、うん、はい、続いてはですね、こちらハイクローさんの外傷のグラブ、まあ、専門外なんですけど、はい、まあ、これは赤色、めっちゃ綺麗な赤っすよこれ、うん、高校野球で使えるからギリぐらいのギリぐらいの赤なんですけど、まあ多分使えると思うんですけどねこれも多分オレンジ系だと思いたい、ラディッシュ OK ですからね、うん、まあ、多分使えると思います、まあ、この赤にさっきと同じヘリカワ、じゃあはみ出し金色、いやかっこええな金色で、ヘリカワ今度ピンク、攻めてきた、攻めてきた、攻めたね、攻めてきましたね。でステッチがこれが銀色とかネイビー系、あグレー系、ほんまやな、系の色ですよね、うん、独特で、今度ラベルが赤に青の縁と、これはかっこいい色ですね、かっこいい、で裏が、まあ、クリーム系キャメル系の色をしてて、これまたおしゃれですね、サイズマックスいってます、うん、グローブのサイズマックス、はめてみた感じがねすごく長いよね。でこれ、まあ、以前の動画でも言ったんですけど、うん、指袋が6つあるんですよこれ、マジで全部で6つあるんですよ、小指のところに2本あって、うん、だから多分全他のグローブでここがちょっと大きいと思うんですけど、うん、ここに指袋が2つあるんで、うん、自然と小指2本なんですよ、普通にはめたら小指2本なんですよ、球面がどちらかというと狭め、うん、狭め、普通大きい外傷ってなんか結構開いてるイメージあるじゃないですか、うん、じゃなくてちょっと閉じることでワンポイントでピチッと、うん、大きいグラブだけど大きさに頼らずしっかりワンポイントで取っていこうとバチッという感じだと思います、うん、外野手じゃないから分かんないけどそう、ウェブのところもウェブがね独特なんですよ、うん、すごい強そうやね、強いんですよ、強そうそうその球際とかすごい先っぽで掴んだとしても全然いけそうなしっかり球際も取る、でいわゆる、まあ、外資が好きな方多いと思うんですけど、パカパカできる、うん、パカパカできるやつ、そうやな、俺もめっちゃ好きやわそれ、まあ、外資といったらもう柔らかいグラブがパカパカっていうイメージがあると思うんですけど、うん、まあ、そんなグラブです。で捕球面が、多分ハイクローさんのグラブ全体的にポケットちょっと浅めなんですよ、うん、ここら辺にある、外資では珍しいここら辺にある、ちょっとスラッガーのグラブにちょっと近い、うん、HCO2 ということで、まあ、1番があるんですけど、うん、1番はちょっとこれより小ぶりで、うん、で、ちょっと広めのスタイルとなっている、うん、これは大きめで狭めのスタイル、まあ、なかなかないですよね、大きめで狭いのはなかなかない、うん、なかなかないね、大きめやったら大体補給面も大きめやけど、で普通に動かしやすい動かしやすい、でもやっぱりあのハイクローさんの特徴としてここが強い、うん、非常に強い、あとまあこのグラブは外傷はあれなんですけど内野手を見たら分かると思うんですけど、あともう外野手もこの指のところ、他の指のところ、小指と親指以外の指がちょっと分厚め、うん、で内野手に関してはもう親指も小指も分厚めになってますね、非常にいいグラブです。
ナイキャッチ。そうっすか、収まりいいっすか。収まりがっちり取れる。おかなり。なるほど、ここが強い分。あ、私も球際のところか。ゴロゴロなんか安心して取れましたもん。はい、はい、そんなに狭さは感じない。あ、使っててちょうどいいくらい。はい、他のメーカーと比べて皮とかどうですか。皮質はね、すごくね、しっかりしてるね。あ、確かに硬めやねんけど、硬いっすね。その動かしにくさとかはなくて、あ、必要なとこだけ動くって。そうそう、だから最初固めって聞いてどうかなと思ってんけど、かなり使いやすい。柔らかくて普通に使える。なるほど、公式用やね。確かにそうですね、使いやすいです。何球もでもすっぽり入る。すっぽり入る。ドラフト、はい、あざした。めっちゃいいわ、ありがとうございました。あざした。使いやすい、かっこいいな。かっこいい、普通に欲しい。Promise me no promises。Take it!